手の毛を剃り出したっていう。まだヒゲならわかる。彼女の腕、彼女の腕の毛。なんか普通に生きててさ、そういう場面に遭遇できるのがすごい。やってるんちゃう、やっぱ。じゃあでも普通なんやろな、普通やと思う、普通の行為を面白く見てしまってるのかな。うん、いや普通じゃないやろ。さすがにこれは普通じゃないですけど。マジで面白かったんけど、どうやって生きてたらそんな場面に遭遇するの。わお、ビューティフォーみたいな感じですか。めっちゃおもろいそれが。ほんまおもろい、ね。これはマジで面白かったエピソードです。すごいな、ほんまに。え、分からへんこれか。ちょっと待っててください。まいちゃん繋いでて。ありました。アイカ。私ね、ずっと気になってたことがあって、ちょっとアイカの配信とダブルで行かせていただくんですけど、私結構アイカにこう冷たく接してると思うんですけど、アイカのファンの方って私のことどう思ってらっしゃるのかなと不安になりまして。うん、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほんまに繋いでくれてる。あの、アイカのファンで私どう思われてるのかなっていう話をして、あー、なんかコメント避けてるから。お元気でお元気で。もう1回今日別なしで言わなかった。え、3、4、うわ、そんなことしてた。あのさ、私あれノーマル顔です。え、ノーマル顔じゃ、なんか絶対違う。ノーマル顔でアーノーさんを見つめて笑われました。なんかこれって私のノーマル顔が変ってことですよね。ちょっと違う、ちょっといつもと違うかった顔。ちょっと鼻は膨らんでたかもしれない。でもそれ、まいちゃんの公演中のノーマル顔。やめてよ。ありがとうございました。バイバーイ。いじめられました。悲しいね。アイピのお世話をいつもありがとうございますやって。あ、そう、いや、なんか、だから、もうさ、マイラって完全にこれノリやん。ノリというかさ、うん、もう分かり合っちゃってるやんか。うん、だから普通にさ、ちょっと待ってとか言うけどさ、うん、もうファンの、もしかしたらさ、ほんまにマイちゃん、アイカのこと嫌いかもみたいな。マイティなんか冷たいみたいな、なんか思われてないかなって。でも私そういうのほんまにちょっと、あの、気をつけるタイプなんです。優しいんですよ、マイちゃん。なんか、すごいよな。アイカが病んでる時察するよな。うん。それが…いや、分かりやすい。嘘だろ。じゃ、というか、なんか普段さ、まいちゃんとか言うけどさ、普段めっちゃ普通よな。どういうこと？普通、その例えばご飯行く時とかって別に、うん、まあ外歩いてる時腕組んで来たりするんですけど、普通になんか人と腕組んで歩きたいね。なんかほんまに普通、逆にまいの方が突っ込まれるし、プライベートは。そうよな。確かに。まいがなんか変にボケちゃうから。何言ってんとか言って。え、そうそうそう。逆にアイカの方が冷たい時あるよ、ほんと。複雑な関係。だから曖昧やねんな。それこそ。曖昧な関係やから、そう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 、そういうことやね。あ、初見です。4年ぶり、4年ぶりオタ活復活。そうなんです。あ、ピアちゃん、クマありがとうございます。あ、トゥンちゃんもクマありがとう。皆さん、生誕祭ありがとうございました。スネ毛じゃなくて腕毛でよかった。電車でさ、いや、でもそれがか、そのどこの国の方か分からへんけど、そこの方の国では普通なんかもね。電車がもう別にそういう公共の場だとしても気にしないの、ね、オープンなのかも、毛を剃ることが。ちょっと鼻声です、まだ私。花粉ね。花粉とか黄砂とかなんかよく分からない。え、なんか花粉とか黄砂で頭痛い方いらっしゃいません？はい、めっちゃ痛くない？横におるよ。ここにすっごい人がおる。それだけじゃないもんな、症状が。なんかここら辺がなんか全体的にやられてるもんな、まいちゃんは。なんかこの間、まいさ、うん、あの、あいかとかのおにぎらずのグループラインに、うん、1日溺れて、鼻水とかで溺れてます、おぼぼぼぼぼみたいな送ってるな。ほんまにカタカナの半角で。そう、ほんまにさ、声出たらそれ見て通知、アイカが無理みたいな通知、こう上から来るじゃないですか。うんうん、あれ見て、あの、ほんまに携帯にちょうど触ってたから、ほんまにうえって声出て。おもろ、めっちゃ面白い。まいちゃんとか、まいちゃんとわかにゃんとアンジュって、なんかほんまになんか意味わからんタイミングで意味わからん面白いこと送ってくるんですよ。なんかおにぎらずのグループラインってなんかさ、会話してないよな。おのおのが言うたらなんか、うん、プライベート
ツイッターみたいな感じ、うん、だからほんまにその時に発言したいことを送って、で誰も返事せえへん、そう、なんかこの TikTok おもろいとか、そう、え、この人結婚すんねんってとかも、そう、誰も返事せへん、まあまあ全然その、え、そうなんやとかもあるけど、すぐ話変わったりとか、うんうん、ほんまになんか会話のキャッチボール、ほんまに下手な人の集まりみたいな、うわ、ランディさん、うわ、クマタワー、これタワーありがとうございます。今ちょっとかけるものがなくてすいません、ありがとうございます。つんちゃん、クマありがとう。あ、アイス食べてる。私も食べる今からこれこういうブナンナさ、アイスキャンディーとかめっちゃ美味しそう。あれ551、そう551。でもめっちゃ近くかび、なんかついてるで、白いの、うん、これはシーフィー。わ、ありがとうございました、生誕祭。いや、ちょっと手アイスで濡れてたからさ、うん、前髪濡らしちゃうなと思って美味しかった、美味しかったじゃない、楽しかった違えた、美味しい、ちょっと待って、カニエさん、今回は美味しい、岩田さんの美味しいですよね、生誕祭、え、装飾もね、見させていただいたんですけど、めっちゃ可愛くて、引き分けだったんですけど、あ、しのちゃん、クマありがとう、ハンタンちゃんもクマありがとう、めちゃくちゃいい方でした、装飾のね見させていただいて、めっちゃ可愛くて、阪神ファンの方ならわかる、私も最近アクセサリー集めてるから、アクセサリーいっぱいあって、うわー、アクセサリーいっぱいだ、怖いと思うくらいの威圧感というか、嬉しい、シンプル嬉しいです、ピッチングもすごい強いし、とにかく私はうわ、なんか一歩引いてしまうぐらいの圧があったんですね、ビーズリー選手って。無理で話しかけてみる、すっごい変顔だったくて、笑顔で、私なんかね、素敵なお靴とか置いてあったりみたいな感じで、優しい、お靴がめっちゃ可愛い、あるピンクのヒール、は履けるのかな、ユニバースの非公式です、公式で活動する、曲出す、私作るで、じゃあ、でもさ、そのトゥインクルとかワテラとかもあるから、もうよく分かるいっぱいやね、ユニットに属しすぎてね、今ゆかまなぶさん、くまたわ、ありがとうございます、ありがとうございます。めっちゃファンの方から言われるんですけどね、リプリップルってどうなったんですか、うん、です、ありがとうございます、おいしい、そう、今日ね、昼公演は子供の日だったので、メンバーの名前がひらがなでした、あ、え、そうなんや、そう平山舞って去年もさ、なんか N 夢中ライブひらがなやったよな、あ、そうやったっけな、去年どのライブ、あ、私子供の日あったかも、なんかでも去年私の生誕祭は子供の日じゃちゃうな、何やろ、2年前かな、なんかあったかもしれん、私研究生やったかも、そう、でも阪神も子供の日の時とかはなんかひらがなになったりする、ビジョン、校庭のビジョンが超美味しい、これ初めてマーティーで話します、やったー、阪神勝ちましたよ、生誕祭、ほんまに緊張した、早口じゃなかったですか、私スピーチ、今めっちゃ早口やなと思いながら喋ってたんですけど、自分の試合でもね、チャンスシュータリーだった、私もちょっとノリノリになっちゃった、早口になりがちなんです、私喋るときとこがマイティと同じ、おでこにほくろがあるのだけど、マイティと同じだけ見せてますこれなぁ、なんかほくろってさ、一回気になりだしたら気にならん、あ、でもないな、全然顔に、うん、手にある、腕、あ、昔はめっちゃコンプレックスやったけど、うん、なんか別にも年齢上がるにつれて、うん、そんなことなんかさ、取ろうとか思って顔の袋でもさ、なんかおでこの真ん中の袋とか調べたらなんか良さそうやねん、うん、あ、そうなの、ちょっとでも右ずれやねんけど、上手寄りやねんけどなんかさ、入ったばっかりの時にさ、うん、ブログでまいちゃんなんか大仏系アイドルみたいなブログに書いてなかった、え、自分で書いてた、あ、ちゃうわ、うん、
大仏富田よりは大仏さんちょっと寄ってるけど大仏系アイドルみたいな、あれめっちゃツボでさ一人でゲラゲラ笑っててん、そんな言ってた、おもんなめっちゃ面白い冗談よ大仏系アイドル、ツボちょっとツボやってなんかあれがそういうのが定期的におにぎらずのグループラインに送られてくるから面白いんよ、うん、確かに。そうこの間ねあのアンジュがなんかの流れでアンパンマンの話になって、うん、アンジュがなんかアンジュがアンパンマンみたいな話になった時に、うん、自分でソレイキアンパンマンのアンをアンジュのアンに変換してソレイキアンパンマンって送ってきて、うん、それがもうなんかめっちゃツボで、アイカツボもおかしいんですよえこれ笑うみたいな、めっちゃ面白くてアイカアナウンスしてるもんやめてマジ、うん、でも後で見てみてアナウンスにあるからソレイキアンパンマン、トラテレから来ました、もしかして NMB を知らずと、そしてチョロブに来てくださった方か、ちょっとよそ行きの顔しようかもう遅いか、そうや、まあ、そうなんです、先輩がね生誕祭に出てくださるの初めて、推し選手は大山さんなんですけど、ドキドキした、なんか若手選手で言うと最近は前川選手もする、ハンツースリーフォーで叫んでたね叫んじゃったもん、めっちゃ体力やばくて、N 公演も1ヶ月ぶりとかで、ここにもあるし、ここにもファンツースリーフォーやばい、私を見る夜やからさ、ね、ちょっとよく見たら分かんない、唇にもなんか薄まったけど、うわーって叫んじゃった、うん、美味しい、でもこの辺のタッチと食べづらい、あ、鬼滅やん、そうだよ今日鬼滅のやつだよ、あ、知ってる人が多いってさ、そうですよ、年下の選手、高卒の選手とか、お疲れ様でした、お疲れ様でした、なんか小声で話さないといけないことここで話さないと間違いないだからさっき帰ろうとするから、あ、そうね、朝早いから、あ、頑張ってください、あります、まあ頑張るよ楽しいな、マイカに話し合った、え、嘘、ちょっとマイちゃん繋いでて、マネージャーさんからの話より怖いもんないよ、いやほんまにちょっとめっちゃ気になるから、でもマイちゃん近重さんからの話はめっちゃ大したことないです、全然大したことない私話長なるから無理よ、え、長なる、でももうちょっとちゃう多分、もうちょっと、え、すぐ帰りますか、もう帰る、え、いつ会います、次 LINE LINE では話され LINE では話されへん、あ、怖すぎん、もう あれですね、ちょっと想像つかない、 AARE あれ、あー、ちょっと野球詳しくないんで、あれやわ、野球詳しくないんですみません、あれあれ、おーん、ちょっと繋いでくれん、長い？うわぁ、いつ、お前もう15分経過してもた、いやちょっと気になって数日過ごせないです、あいか地元友達がまいちゃんのこと知ってて倒れてた、うわ早く話したい、え、切っていいですか、あかん、ちゃんと配信する、いやしてるんですけど、反応して楽しんでんの、そうやで、え、ちょっと待って、生誕祭やったよ今日、ちょっと待って、ちょっと待っててください、ね、ちょっと待っててください。あ、出ます。あ、出ます？あ、顔出し NG。顔出し NG のマネージャーさんです。顔出し NG。名前だけで言ってる。うん、確かにみんな知ってる。お疲れ様でした。ちょっと次お会いした時お願いします。いや何したのか。近重さんは、あ、近重さんって電話タイプなんです。確かに今電話出れますかって急に来て、うん、何みたいなしたっけって思ったら、めっちゃ大したことない、なんか公演の誰がどのポジションに入るかの相談とか全然 LINE でいけるような、うん、来週の徳島マイク、え、分からないんです、それ徳島誰が行くんかな、柱稽古編ではめちろ、え、電話少ないの、でも見に行ったんです、映画あやぴょんと映画見に行ったから
一話だけ知ってる。それの人からとかさ、なんか友達とかから。あ、15分経ちました。なあちょっとなあなあってめっちゃ私どっちにしろ人を待たせてるので、ちょっと終わらないといけないので終わりますね。なあなあ。何ってでもそういう時に関係ないです。13位ケータンさんありがとうございます。12位修造さんありがとうございます。11位佐藤くんさんありがとうございます。10位お芋さんありがとうございます。9位さすらいの旅人マーくんありがとうございます。8位クロちゃんありがとうございます。7位しのちゃんありがとうございます。6位つんちゃんありがとうございます。5位ピアちゃんありがとうございます。4位トゥンちゃんありがとうございます。3位マキシさんありがとうございます。2位ユカマナブさんありがとうございます。1位がランディさんありがとうございました。皆さん生誕祭ありがとうございました。またちょっとまた落ち着いたら配信またしますね。ありがとう。